味を堪能できる砦の即席ラーメンも大好評。砦のラーメンめっちゃ美味しい。砦グループは新しい世界に出会うため歩み続けます。ブラボー。ブラボーってこれは言いたくなりますね。アルミニアム。またこう俺のやったアルミニアムはまだそんな感じないよ。俺のアルミニアムはね、こうグググーっとまくって。ジガジガ。そう。ブラボーって言いたくなる。まあそうですね。俺でも結構長崎ではブラボー率高いよ。俺の演奏。確かに。一番すごかったらやっぱ対馬の時の華麗なる舞曲だな、熱狂。コンクールの時も対馬の時ブラボー出てたよ。そうなんですか。うん、コンクールでも出てた。俺ベルキスやった時とかね。どうブラボーコンサート。でも早くね、そんな声が出せるような演奏会とかやりたいですね。そう、お客さん普通に入れて。俺今日ワクチン打ってきたの。今日打ってきた2回目。みんな副作用あるって言ってんじゃん、全然ない。いや今だからですって。まだほってまだ1時間とかでしょ。いや2時間。いやもうあと1時間後ぐらいですよ。ならねえよ。なったらどうします。なってもダメ。なったらどうしますか。俺スーパーマンだもん。スーパーマンとかいません、この世。選ばれた人間だから。違います。大丈夫。絶対出ます。ところで、先生、毎年じゃない。毎回恒例の洋服チェック。ファッションチェック。今日は今日の先生の服は、奇抜なオレンジ色の T シャツに。待て、一つ出ていい？はい。お前も黄色の T シャツ着てくせに、ようお前人に着ますって言うな。いや、なんか先生の T シャツは目がチカチカします。そうか。めっちゃ濃いオレンジ色に、なんか胸元に船五郎って。船五郎と言います。船五郎って書いてあります。そう。今日シンプルですね。うん。ほら、対馬のね、船五郎って、なんて言えば、ペーロンとかある船こぐやつ。わかりません。ペロン知らないのかも、長崎人の。何ですか、ペロン。ほら、船乗ってからコーンってみんなで一斉にこいで競争するやつ。はい。まあ、あるんだよ、そういうのがね。で、これは船五郎って言って、対馬で船をこいでみんなでするっていう、そのイベントの名前。ペーロンのことですか。で、ペーロンみたいな船五郎っていうのがあるってこと。ペーロン、おめえが知らねえから話が進まねえんだよ。で、背中にもね、バックプリントがちゃんとこう、船五郎って。なんの？あ、ほんとだ。しかもなんかボコってしてません、その字。そう、触ったら立体感がある。なんていうんだろう、これプリントだけどちょっと立体感あるプリントで、かつ、はい、シャツ出してることをさ、はい、方言でなんて言う。シャツ出してること。シャツが出てること。え、シャツが出てること。シャツがズボンから出たりしたらなんて言う。ズンダルトル。だろ長崎ではね、佐世保ではズンダルトルって言うんですよ、はい。そしてこの T シャツ、なんと、ね、ラジオでお見せできませんがね、YouTube をご覧の方に、このシャツ、はい、ずんだれていると、どういうこと？なるほどね、そういう仕掛け、今 YouTube のために動画撮ってます。見てください、ずんだれって書いてあります、ずんだれ。シャツの裾の背中にね、ずんだれと書いてあって、これはズボンに入れてると見えないんだけど、出してるとずんだれと書いてあるじゃない。先生は今ずんだれてる。ずんだれてます。はい。もう今日はね、外で練習もしたし、一日中だったのでね、外とか、アイナルチューって人でずんだれてます。ずんだれとる。ずんだれ。ね。あ、ずんだれとるぞみたいな。これ、他通じやろね。なんでね。こうずんだれかって。ずんだれやがってとか言いますね。意味がいろんな時ですからね。こうだらけてる時もずんだれとるって言います。言います。そうそう。で、そのなんかだらしろなやつのことはあんずんだれやもんなみたいな。言います。言います、ね。服装のことももちろん言いますよね。ずんだれた格好してとか。ツンデレみたいなもんかな。全然違います。あ、違う。全然違う。ずんだれって、ね、あいつずんだれだもんねみたいな。というわけでね、今日の
前もなんか今日黄色い T シャツ着てんじゃん。今日私のファッションチェックしてください。黄色のアディダスって書いてる T シャツです。アディダスティーです。はい、ね、でそれ何、いつ着るのそれ。これは前のその勤めてた工科高校の時の体育祭で黄色ブロックだったから黄色の T シャツを買いました。ああそうか。じゃあ俺次の放送の時は俺の黄色のやつ着てこよう。いやもういいもん、先生のには負けるもん。私今回白ブロックなんですよ。色がない、初めて。白ブロックとかあるんだ。はい、でどうしようかなって服装、うん、白のやつないなって言ったら生徒たちがめっちゃ笑い出して、吹奏楽の子たちが、うん、先生には聖火の短パンと T シャツがあるじゃないですか。あ、いいじゃんそれ。絶対嫌っつって、絶対嫌だから短パン着よう先生見たいって言ってた。絶対嫌って見せません。お、またメールが、ラジオネーム黒雨さん、お二人様こんばんは。こんばんは。ブラボーコンサートいいですね。おーやった。いろいろ妄想が広がります。開催はぜひ野外で。フィナーレは花火と一緒に。すごいな。ブルーインパルスだ。スケール、スケールでかっ。オリンピック開会式だみたいな。ドローンやだってどでかい東証の交渉なんかを空中に大盛り上がり、大盛り上がりさせてください。すごいな、ね。ちなみに明日は土曜の牛の日らしいです。お、うなぎ、うなぎ食べたいな、忘れてた。土曜の牛の日だした。うなぎ食わなきゃ。毎年食ってる俺うなぎ。どうぞ。多分死んでますよ明日。なんで副反応で。そんな食えません。大丈夫だよ、そんな食えません。俺選ばれた人間なんだから。だって俺うなぎ大好きなんよ。お前は。いや、なんで、なんで。タレがかかったご飯だけでいい。小学生みたいなこと言うんだよ。やだやだ、だって骨あるもん。あーもうだー、ちっちゃな骨あるもん。いやうなぎは、三沢さんうなぎ好き。いやいや、タレがかかったご飯が一番うまいです、最強説。いや俺うなぎ好きなんよ。たまらん。ビールにも合うもんな、あれな。いやだ、まだお子ちゃまです。この辺だとどこがうめえかな。東京の近くのうなぎはちょこちょこで行くな。お子ちゃんも覚えてくれてる。へえ、うん。あとはまあでも最近あれだな、こうなんか土曜の牛の日が学校だったりするからお弁当だったんだな。へえ、うん。デリバリーね。無理やり注文してた。うな丼作ってとか。無理やりすぎる。うん、3000円ぐらい払ったりしてた。やばあ。いやー、でもうなぎがうまい。なんか何にでも合うもんな。飯にも合うけどさ、うん、焼酎のロックとかね。まだわからん。いやー、合うぜ。またビールだね。いや、うなぎご飯でいい。匂いとご飯とタレがあの、うなぎの焼いた匂い、あの匂いってさ、あの豚骨ラーメン屋みたいな感じだよね。こう 匂いはめっちゃ美味しそうです、うん、美味しそう、うん、いや、うなぎはまず煙を食わせて、匂いを食わせて客寄せるからな、はい、いやうなぎはうまい。食べに行こう明日。はい、どこで行こうかな。うなぎ佐世保も結構うまい店あるからな。俺さ、はい、あのうなぎといえばさ、柳川って知ってる。福岡県柳川。はい、知ってます知ってます。あそこうなぎとか有名なんよね、はい、でも初めて行った時に、はい、柳川鍋っていうのを食べてみたいなと思ったんだよ、はい、で行ってさ、でメニュー見たら、はい、柳川鍋単品800何十円、はい、で定食1800円ぐらい、はい、高っと思ってさ、はい、大学生だったから、とりあえずあんまり俺量食う方じゃないからさ、はい、柳川鍋じゃ単品くださいって言ったら、はい、店の人がはっ？って言われて、はい、え、定食じゃなくてって言われて、お、はい、そしたらお、すごい嫌そうな顔して、はい、なんだよって単品ってダメなんかよと。はい、出てきたらさ、ちっちゃいのよこれは。小皿に土壌2匹ぐらい、
土壌、うん、だけどね、その何コンビニのおにぎり1個分よりもあのボリュームがない、はい、か確かに、ただ教えてくれればいいじゃん、はい、これめっちゃ少ないですよって言ったら、普通鍋って800円ぐらいしたらさ、そこそこに量があると思わない、はい、鍋焼きうどん分ぐらいあるかなと思ってたのよ、はい、全然で、あっと思ってこんなの少ないなと思って、でもほら一回その定食じゃないっていいんですかって言われてるのをご了承して、これでいいって言ってからさ、追加注文もできないからさ、もう恥ずかしくてそれだけ食べて帰った。今思えばすごい変な曲で、あいつ絶対後悔すると言われてたのな。そう考えたら腹立ってきた。電話しとこうかな。今更もう二十何年前の話だけど。お、トロンボーンママさんから、メールが来ました。トロンボーンママさん、秋野先生、京ちゃん、こんばんは。こんばんは。コンクールお疲れ様でした。みんな本当頑張りました。はい、ありがとうございます。すいませんね、僕の力が及ばずに、もう一歩また来年頑張ります。いよいよ若い目に向けて、たった今美容室から帰ってきました。髪切ってきたのか。男の子より男らしいベリーショートになりました。マジか。刈り上げ、へえ、楽しみ。分かるよ。まあでももともとボイスな感じだからな。長いイメージ。え、お前もう勘違いしてない？そのものを下吹いてることよ。はい、もっと今切ってることですよね、ショート。そうそう、で今帰ってきた。楽しみ、明日。じゃあそのこう明日こう刈り上げ触れたらジョリジョリ、ジョリジョリ楽しみにしてます。さあ、それではブラボーコンサート2曲目、はい、これね、あのその組曲なんですよ、いろんな曲が、はい、で一番最後にやる曲がブラボーなんだけど、まあ、それだけ聞くと秒で終わるので、はい、組曲を並べました、はい、みんなが知ってる剣の舞、ジャン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 、あれも派手でしょ。あれも派手なんだけど、あれ終わり方知ってる？終わり方、うん、ジャンとかあるんですか？そう、タタ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 、ブラボーって言えないですね。終わったみたいな。そうそうそう。だから、その曲の、剣の舞、それからバラのキスタスの踊り、はい、そして最後にレスギンカという、これレスギンカがブラボーの大賞、はいはい、今の曲名聞いて、もう俺と同世代のね、はい、40代の吹奏楽ファンは、あー、ガイルかとね、もうピンときてる、はい、ブラボーコンサートのね、候補、はい、バレエ組曲、ガイル、ね、はい、レスギンカ、間違えた、剣の舞、バラの乙女たちの踊り、はい、そしてレシンカ、はい、3曲続けてください。で3曲目の最後にブラボーと叫んでください、ラジオの前で。それでは、ハタトゥーリアの曲、バレエ曲曲ガイーニより剣の舞、バラの乙女たちの踊り、そしてレシンカ、行ってみよう。なんかどうした、途中で虫が入ってきて、うん、吸い込みました。母に卵みたいな、ちっちゃい虫、マジどうする、ポンズでマジでやだ、ちっちゃい虫、トラブル発生。今日が虫を食べました。食べてない、鼻に入った、左の鼻の穴に入った。バイバイ。